そんな怒んなくったってジョークだよ、ジョーク。勝負は1時間後、スタート地点はここ。ゴールは雷山の頂上。それでいいな。わかった。逃げるなよ、ウサコ。お前こそな、ノロマ。とにかくお話が終わる前にジャレーモンスターを倒さなきゃノベルワールドは崩壊しちまう。けど車なんか使われたらお話はあっという間に終わっちゃうぜ。バクメー、チーズ買ってきたわよ。よし、ここがスタートでゴールの雷山はここだ。なかなかの長距離レースでござるな。バクマル、どうしますか。よし、こうしよう。俺たちも時間稼ぎのためにカーレースに参加するんだ。参加するって、バクマル、車どうするんだよ。ああ、それなら平気。すぐそこにレンタカー屋さんがあったから借りればいいわ。さすがはクリーム殿でござる。あら、そう。よし、そこで車を借りましょう。で、ジャレーモンスターの方はどうするわけ。そりゃあ、バクマル、お前に頼むぜ。もしかして俺一人で。現場鏡持ってんのお前だろ。レースの方が楽しそうでいいんだけどな。バクマル、私たちは遊びに来てるわけじゃないのよ。分かってますよ。見事ジャレーモンスター探し出してみせましょう。待ってましょう。俺の愛車タートルネック GT は速えぜ。ウサギのオンボル車に負けっこねえ。ダメだよ。あ、お前その車どうしたんだ。変だ、新車に買い替えたのよ。名付けてスーパーラビット RX。 超乗れ。負けた。よりによって僕とポチロンがカレーズに参加するとはな。仕方あるまい。みんなで決めたことなのでござるからな。ま、とにかく僕はお前だけには絶対に負けないからな。拙者だってお主に負けたら犬の恥でござるからな。なんだと。何よ。なんだ。あれは。決まった。急げ、ボンク。うるさい。ボンクに30分かかる。ボンクとポチロ、うまくやってくれるかしら。やってくれなきゃ困りますよ。さっきが思いやられますね。心配だわ。なんだお前ら。僕たちもレースに参加させてもらうよ。負けないでござるよ。くそー、こりゃ面白くなってきたぞ。気になってるみたい。あれじゃ時間稼ぎのこと早くゴールに着いちゃいますね。くそー、じゃレーモンスターを探すったって一体どこ探しゃいいんだよ。はぁ、一人ってつまんないもんだな。よし、誰か呼んじゃおっと。精霊召喚。誰にしよっかな。よし、ニョロリ。じゃん、チケットニョロリ登場。じゃレモンさん、どこだどこだニョロリ。実は一緒に探しちゃおうかなと思って呼んだんだ。
はあ、まだあんなところ走ってやる。やっぱり新車のパワーは違うぜ。なかなかやるじゃねえか。抜かせないでござるよ。やろう。お先に。はあ。よし、こうなったら。見てろよ。僕を抜かせるな。わかってるでござる。よし、今だ。なんだあれ？どんな？だいたい話し相手が欲しいから呼ぶなんてむちゃくちゃニョロリ。そんなこと言わないでさ、機嫌直してよニョロリ先生。先生、いいね、その言葉の響き。もう一回呼んでニョロリ。ニョロリ先生。はい。大統領。はい。無限一のスネークマン。はい。やっほー、最高。よーし、一緒にジャレモンスター探してやるニョロリ。どこだ、どこだ、どこだ、どこだ。単純なやつ。ウサギ殿はずっと前でござるよ。マイペースマイペース、最後に逆転すりゃいいんだろう。もちろん、こっちは放っておいてウサギの方をなんとかしようぜ。今拙者もそう言おうと思っていたでござるよ。だったら先に言えよ。おーやおや、やっと追いついてきたか。あのな、少しはカメさんのペースに付き合ってやったらどうなんだい。あんなにのろくちゃ眠くなっちまうぜ。眠くなったら昼寝をすればいいではござらんか。昼寝なんかするよりかっ飛ばした方が最高さ。さすがウサギ殿、早いでござる。安心してる早いではないぞ。ああ、なかなかやるね。もちろん僕は負けないぞ。一緒だって絶対負けんでござる。バーカ、何やってんのよ。なんで文句とポチロが争うのよ。やはり犬と猿に競争させるのは間違いだったかもしれませんね。